いやあ、天気の子、面白かった。なんといっても、天の雛が可愛かったなあ。そして特に映像が、綺麗で。ポテチ君か？いやあ。いや、天気がいいから、うっかり作画崩壊してたぜ。でへっ。というわけで今回は作画崩壊をテーマに解説していこうと思うぜ。話題の提示がゴーイン。ところで霊夢、作画崩壊、と聞いて、何を連想する？そのさっきから聞く、タニタ食堂ってのは、作画崩壊。え？作画崩壊、なんだよタニタ食堂って、一文字も合ってないよ。作画崩壊っていうのは、作画クオリティが、秩序を失い、著しく低下している様相のことだ。例えば、キャラクター、のデッサンや遠近感に狂いが生じたり、キャラクター、の動きが不自然になったり、彩色のミスなどが発生したり。とま、あまりポジティブな意味の単語ではないな。本当にこれが放送されてたの？ああ、むしろオンエアに間に合わせるために修正、リテイクを十分に行わずにこうなってしまう場合も多い。原因は主に人、金、時間、つまり人手不足、あるいはどこかの役職で作業が滞ってしまったことによる問題、制作費の不十分のことによる問題、スケジュールの逼迫による問題などがある。まあそれはアニメ制作に限らず大体のトラブルもこんな感じだよね。最近だと、俺が好きなのは妹だけど妹じゃない、っていう作品の不自然な動きや崩れた絵が話題になっていたけど、イモイモはどうしてああなってしまったの？イモイモを制作したのは、NAD という会社だが、スケジュールが足りなかったか、ほとんど全ての作画作業を作画部、撮影部がすでに解散している、ブリューというグロス受け会社に丸投げしたことが原因だと言われている。7話では中国の会社に丸投げ。そして追い詰められた NAD を挙句の果てに、正直困った、3を参加させた。制作サイドの悲鳴だね。イモイモは作品そのものの内容よりも作画崩壊の印象が強く残っちゃったよ。ああ、その作品そのものよりも作画崩壊の印象が勝ってしまった例といえば、ヤシガニ事件だろう。ヤシガニ？ヤシガニ事件というのは、アニメ史における最も有名な作画崩壊の例だ。それじゃあ、次はヤシガニ事件について解説していこう。ところで、神坂はじめという名前を知っているだろうか？神坂はじめってもしかして、スレイヤーズの？そう。そして、ロストユニバースは神坂はじめのライトノベル及びそれを原作とするテレビアニメシリーズだ。で、問題はそのロストユニバース第4話のヤシガニホフルという回の動画なんだが、ちょっと見てほしい。さて、それは何でしょう？燃料、食料、日用品、もろもろ生活費真っ赤っかの家計簿。どこかの誰かさんが乗り込んだおかげで、この船にはわざわざ燃料費使って、わざわざそんなところまで行って、わざわざ参加費払ってなんて余裕はありません。それがどうしたってのよ。少女の犠牲はチムのよ。少女じゃありません。しょうがないわね。優勝賞金アンあー、この野菜、一体誰が手にするのでしょう。思いなさい。この私がムチを使う気になった。今度はバルマン整形でミスネギ味噌に挑戦。でそれ以上言うとヤシガニ口に放り込むわよ。何よ、せっかく通体して心の狭いこと。何よ疫病神。言いてて、今のは実際にテレビ放送されたロストユニバースの映像だが、見ての通り中割りが少なく、自然な動きや同じ動きを繰り返しているのが目立つ。さらにリテイク後の画像と比較すると、使われている色の数が少ないことやデッサンの粗末さが顕著に現れてくる。ヒロインが可愛くないよう。そうだな。ヤシガニ事件っていうのはロストユニバース第4話ヤシガニホフルにて予算納期で切迫した実製作が原因となり、前代未聞で粗悪な動画をテレビ放送してしまうという破綻をきたし、制作終了後に大量のリテイクが講じられる事態となった。
一連の作画崩壊を副題を取ってヤシガニ事件と呼ばれる。ヤシガニ。ちなみにこの事件が由来で、極めて質の悪いアニメに対する罵倒的な隠語として、ヤシガニという表現が用いられるようになった。聞いたことすらないんだけど。それで、どうしてこんなことになっちゃったの？当時、ロストユニバースが放送された1998年はちょうど、新世紀エヴァンゲリオンのヒットもあって大量の企画が立てられ、1週間に60本以上のテレビアニメが放送されている。そんな中、いくら本数が増えてもアニメ制作に携わる人数には限りがある。故に多くのアニメが企画は立てたものの作品のクオリティが維持できず破綻していった。そうした状況下において、ロストユニバースの1話はまだまともな形で放送されたものの、2、3話と徐々に崩れていき4話、ヤシガニホフルで原型を忘れる。で、ロストユニバースした。ロストユニバースの制作に入って以降の準備期間が2ヶ月しかなく1話放映の時点でストックはなく、OB も未完成のままだった。2話で韓国の下請けスタジオが作画監督を通さずに仕上げた原画の出来がひどかったため、急遽メインスタッフでなんとか放送ができるレベルまで修正。すでにスケジュールが後ろ倒しになっている中、期限をオーバーして3話を納品。4話、ヤシガニホフルにて下請け会社が持ってきた原画は作画監督が不在で、キャラクターデザインや様々な設定は完全に無視されたむごいものだった。日本側のメインスタッフは2話同様、4話も総掛かりで修正しようとしたものの、納品期限を重視する制作上層部によって出来が悪いまま4話が放映されてしまった。以上がロストユニバース作画崩壊までの大方の経緯になる。これは当時のアニメ事情が全てを物語っているわけだが、ロストユニバースにおいては本来は総作画監督という立場だった宮田さんが1から3話の全てに作画監督として参加せざるを得ないところまで追い込まれていた。それほど異常事態だったってことだね。